僕は猫を視聴ありました。皆さんお聞きの皆様様、こんばんは。ね、金曜日に大きいお時間でございます。この場合はですね、現在の人間が、中間で MC を務める、バラエティーではね、番組を行います。皆さん、次の宮城さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは先生、ございます。ありがとうございます。さあ、日中の日曜日ここですね。何しようかな。はい、新鮮で今日はありがたいことだね。また、もう5年間、はい、ずっと活動させていただいて、本当に感謝してます。うん、これは、ね、結構、やっぱり、くんですが、人間が多かったり、そうです。なので、先輩がいただいて、8年は、まあ、会社したんじゃないかなと思います。会社は一緒で強いという、ね、ありますね、うん、その新社さんのでも今は議員になられてますけど、はいはい、もうそのもうすごいもうお祭り触るのよ。自身の8年前の平成2年の発売の時も思い出しそうだったな、うん、同級生とか、はい、地元の大会身近なメンバーが、はい、ずっと、はい、これ、はい、先輩に思い出した、うん、まあ実はこういったお仕事もなかった。だからその後は頑張ってきてるんで、毎日の姿も見えて、まあ、そうないと。自分が思ってしまったところで、というか。よかったのかとして、やっぱり、気が利いてるんだから、結構、意外とですね、戦するとね、もうその人間、はいはい、毎日はもう自身なので、うん、もっと必死で、大変なので、少し、こういうのを見せて、使うような世界なので、はいはい、難しいかな。
ようなチャレンジを持って、1年続けたいと、はい、そうですね、はい、もう、頑張ってたいと思います。まあ、この予定も支援と言っていると聞いています、はい、この番組のお話をおりますFM ギターのさらに、ムシーキャスさらに生放送でネットを行っております。ツイッターでですね、コメントを聞くことができますので、考えていきますので、ぜひさらにね、ギターのネットを行っております。はい、一緒にあげて放送でお送りしています。今日は通り海の見える雪の見るとても素敵なスタジオに、放送でお送りください。あ、そう そう沖縄でございます。本日の3期目ございます。ということで、まさにですね、いろいろとがそのまま聞いております。さあ、宮城さん、宮城さん、おめでとうございます。ありがとうございます。今期は議長ぐらいですか？いえ、もう頭です。沖縄の議長さんは、皆さんは、後継で、今回は、そして、こんばんは。
と思います。さあ、でしたっけ、まあ、先週もありますけども、ね、その前やっぱりの、まあ、この議員というのは、ね、やっぱり地元にこう一般市民と近い立場 で、やっぱりこう、ですか、政府の人たちの、していきたい。そうですね。一番前もさらに市民の方々がより伝えたい、そこを伝えていくというのは、その議会の中で議員がやってるんじゃないか、そして議員さんのことを反映させていく、メール自分の関係があるんですけども、関心を持っていない、はい、本当にその声が出ていくという環境を作っていくといけない。あのやっぱりこの日記というのは、はい、自分のマニフェスト、うん、いわゆる頭回しで自分の話なんです。そこの地域だったからもらった声を、はい、そういったものは専門としています。ただ、まあ、ないと思うんですけど、うん、の中で、うん、クリプトの総裁の部分が、うん、私が自分の話をして実践したものでは、もうそれこそ一回からですね、現場されていると思いますが、一気に帰る、はい、あ、もらこれ私がアモロさんの答え、実はそうなんだ、去年もですね、実は9年前あったんですよ。そうだったんですよ、あったんですけど、立った後にそうすると結構いない、
の自然に言ったんですけど、うん、なんかちょっと言ったら、ちょっと言ったんですけど、はい、まあ、メンバーにも言って、はい、言いましたら、結婚式ずれて、落ちて、さらに、でもすごいことありますよね。あの、言ったんだけど、8月のぐらいだからね、はい、また行って、はい、はか順序も、できなかったまま、そしてホテルが、うまい。これ、たまたま、やってる、はい、ある、この、ありますね。すごいですね。本当に。ここに行くの、小室奈美恵さんファンも出たり、DVD、ブルーレイの DVD も大きく上がったと。サブを見たと。すごいですね。先ほどのね、欲しいですよね。うん、すごい、いろいろと。そうですね、そういう意味でやっぱりこの歌っていうのは、うん、こうなんていうんですかね、本当にすぐに効果が出るというか、はい、いろいろと関係する意味でもいいですよね。ね、もう歌はその時代から、はいはい、事故に今振り返られるですし、にね、大きく学校に住んだり、ダンスインストラクターに、うん、あの辺はもう、うん、あの世代か、あの世代子供あらまあ、もしかしたら世代的に例えば、うん、なぜかあれとか、それあったあの後ろの方なのか、うん、あります。ギリランって永遠に近いとるでしょ。だから、ご協力して、それと、やはり、あの、マシマシ、ね、子供の願いが増えてきてるの、はい、すごくいい。一緒に立ってきたら、すごくいいと思うんですよ。うん。ちょっと、ビルさんが言うんですけど、なんか、なというか、やっぱり、すごい、生まれてきたところに、自身の息子や娘たちを、そうそうそう。まず、言うことが、でも、なかなかに、大変な、この個性がどんどん生かされていく。小学校の、ね、この人生が、はい、それでね、今回も私はただ、覚えておかれていますので、少し取り組んでいきたいなと。よろしくお願いします。小学校、中学校、小学校の有識者さんに、小学校の行政に関わり、選挙区域で、小学校の行政に関わり、2.3% 2.3 ポイントぐらいかな、落ちるんです。あ、意外に何ですけど、僕言われてたのが、最初がですね、その、この最初の先生に参加しているという、はい、全体的に、
性があるんです。はいはい。要するに、うん、だから当日に、当日見たときに、はい、待ってでしょ。っていうのは、自分の当日よりも、やはり、その、関心、関心を持つことで、一つの、すごい、まあ、読みたんね、議員出ましたけど、うん、その次の選挙のことで、ね、あまり、その、これを出ないこともしないっていうところで、すごいおかしいで、そういう数の、ね、思いとか、とか、その、ご評価する、現に見せるから、少しこう出るの。授業も言ってますし、だから授業もっと地方選の場合はニュースで言ってたので、全国ニュースで地方選のことを言ってたら先生とても、うん、だから県知事と、うん、それから県の場合は県の議論挑戦は去年？去年です。今回は、ゲオゲオと申し上げたけど、うちの息子も今回18で、ごめんと、わからんか。そこでいかない。だからそこが給料のか学校のルールね。どうでもいいですし、映像でもいいですし、何かこういう。できるっていう少しとしそう機会で取り組んで選挙をするっていいで、はい、学校で例えば何ですかね、こういろんな部屋で投票で発生以上はそこで投票していたんですね。なかった理由が、投票箱、はい、投票箱
しないといけないんですよ。このマンションに置いて金庫が金庫の中に置かすかもしれないんですね。今別の場所に設置した時のその投票箱を何で金庫にするかと、24時間警備員をつけて議員で警備員が、これがちょっとその表現に、もっとそういう方も眠ってしまうとか、もしかしたら何か言われて日付を立てたときになってしまうときに責任がないってこと実現できなかったんですよ。なるほど、でも、まあ、今後結局になってましたんで、ぜひなんで、ね、はい、投票できたり、まあ、まだ、ね、まあ、まあ、でも本当に投票で大事ですね。だからです、はい、大学で好きなお姉さん、ね、いいですね。それも一つの効果を待っています。今の待っているのはちょっと大事です。これでいい。まあ、まあ、ちょっと置いてですね。どうしますか。次の挑戦から。JC が主催した、ね、見ました。これ実は、はい、で自身のその、そうね、あと、できないことがいっぱいあって、誰からですの方がしっかりしたこれね、よりの意見で、はい、だからテレビで見ても、うん、私らがちょっと、うん、いいのかな、この中で僕の人に、はい、なるほど、はい、あ、なるほどね、うん、ね、そこで、一番の方がじゃあ、この後はですね、チーム的にそうです、と、いっぱい持ってもらえますね、それでも大事だと思うから、私の方がいいと言いますから、うん、本当にこれが大事なポイントがあって、どういう効果があって、うん、そして、うん、なければに変えたんですよ。
伝送する先ほど勝つとなったのは、見てるからいいといいです。ただ、変質するかどうか、この変質するかどうかというのは、どう見ればいいですか？やはり、もう、やはり、実行するところで、例えばですね、少し細かい感じなんですけど、例えば各船体の事務所もあるので、私そこに、ね、聞き行ってますけど、ここからですけど、本当これ、はい、うん、その時問題であれば、答えないといけないと思うんです。うん、あとはまた、個人解消に関しては方法で解消を数で持ってますね、はい、ですよね。でも根拠となっていずれとか含めますね。含めます、うん、確実に何をもっとそれをもっとしとくというのは何ですか？そこがその
私は好きですし、応援してます。はい、その時の、うん、私の先に、はい、どんどん本気で言っていい。そうしたら、だから、多くの人は、支援している人なので、はい、ホームページで、その質に対して、理由に対して、ちゃんと答えていける。というのを、やってるんですけど、そういうのはやっぱり知りたいです。知りたいです。この結果、私の選挙で言われたんですよ。こうですよ。うん、どうします？どういうことで、どうできますか？防衛上の地域もないとはっきり言ってます。してましたけど、お姉さんのためにあまり考えないで、うん、だけど、はい、そういったものを今出始めてもらって、その辺でやっぱ助かってほしいというのは、うん、僕はあるべきだと思うんですよ。この時点というのは若い人たちが注目すると思うんですよ。そういった意味ではその日本で取り残の本当に前傾的なスタイルなのか、はい、その辺まで行きますか、はい、その辺やっぱり大きい、ね、大きいです、うん、この辺は、うん、この辺は、その中に違う、うん、もうね、もう違いないですか、両方とも一問間違いなく問題にはしてます。うん、問題にも問題にしてます。例えば、まずさっきのお二方とも、先方も、国会議員と、さっきの首長、県議員、市会議員の権利があるので、その中の責任が出てくるのか、方々がどのようにか、うん、ちょっと見ていただいて、今だからやる無理でしょ。例えばずっと過去からこういうふうに考えてやって、うん、県議員にステップアップして市長にやってきた県議員としてここでそれを作ります、うん、今回先ほどはそれが今回の本人の意向なので全ての意見を、うん、県議員で生かしていきたい、うん、のでさんにしてもそこで活動して、うん、どういう意見をして、うん、なことしっかりと声を上げたのかというのを出てきますので、そちょっと困難要素を聞いて、悪口は、本当にあれ、
もう普通に地域の人、本当に地域のあれですよ、地域のまってことを話して、もう立ち返り、もう実況を何とすらすてもいいんじゃないぐらい、出るんで、本当にするんですよ。もうちょっと言うじゃないと、落としたり、もう一個言うんじゃない、これから僕らは、これから私は、こういったことを絶対に言うなら、自信があります。ね、ぜひあの参考にしないでください。はい。結構来てるし、以前に沖縄の基地を見学定着が必要ではないでしょうかということで言うんです。ですね、このあと私も以前から、うん、そのまあ、だったり、どうこう変えたり、説明とかって、いろんな話があるわけで、まあ、現在も、本当にあの、なんかね、それが国であったり、敬礼を、そういうふうにしたら、その基準というのを、声を上げて、その自治体が当然に振ってきて、してもいいよって言って、いろいろ調べてみたら、少し困ったと思うんですけど、すでに岩国の場合は、政治の動きがもうすでに向こうにあるじゃないですか。あの場合は、もうすごい、この少し経験されたら間違いないですよ。あでかいパプラキが飛ぶ時が飛ばなくなっただけでも使わなくなるのが、ところがこう手が来ると思います。だから本当です、国会議員がもっと強く言っていただいて、いろんな事情があって、うん、まあ、この短時間でお話しするのは困難なんですけど、例えば5つで考えられる、例えば国防的な問題、うん、それから、やはり相当な、やはり、ご存知の方が、そうなんです。誰とはその、クリスレンセンが、うん、要請すれば、うん、やっていない人が、うん、誰やりますわ、クリスレンセンよ、という話です。政治も、
見る将来がどれだけ自分と想像しているのか、投票する人が増えながら名前を書かずに投票する、そして向こうの数が増えて選挙の危険になるかもしれません。選ぶ人がいなくても投票にはなるのですということですね。結構あります。そうなんだ。私は選挙また選挙に行きたいと言ってるんですね。代表たちに行っていただいて、はいはい、どうだったり、本当に言えないんですけど、出ていくということです。感覚も、すごくメッセージが出ました。その会議を行っている時には、なぜこの実家か。手に入れます。でも、すごいメッセージが書かれて、でもすごいびっくりしてますよ。本当に繋がっております。あれ。はい、まあ、はい、ね。投票率を下げるのは、その、ならないと思います。と、その、投票率を下げる効果が今でした。いいと思うんですよ、その人の。候補の考え方を教えてください。いや、これ正直わからないですね。うん、というのはそこは、僕も思ったことがすべてだけなんけど、そこにあの明るくとしたことがないです。というのは、やっぱりこちらのことを、いろんな知り合いの人に聞いて、くれないというか、難しいよ。勉強しのは、すいません、これは、食べましたんで。で、僕はこれ、ね、分かんないですか。いや、いや、分からない。すいません、待って。背中を押して、はい、はい、まあ、発表さ、まあ、いろいろ項目が順に項目ということで、これはどれくらいやはり、いい内容
が一番継続中というのが結局フレーズに。そうです。まあ、それに顔をかけて、うん、そことですね、これ、ヒューズボール。はいはい。チューズボール、チューズボール、で、病気の、チューズボール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 、シャク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 シャ部分を使って一つからのクリクリ、うん、この一つの曲がここにやっぱ自分があるんで、はい、この曲がある大事なんですけど、ここでもみんな見てきてこれどう変わるか、うん、見てきて不思議なことに夢を見るようにしてます、ね、もう沖縄県県 PLL の全国を知って、まあ、知ってます。広報とか、候補者とか知ってます。知らないんですか、うん、の方が、はい、とってなくて、うん、に関しては、相手の作もまだちゃんと中から出されてると思うんですけど、そこしっかりと見て、まあ見てみたいですよ。片付けないとしない。しっかりこの方が出せるというのは、まあ、出してきた。皆さん、この、はい、はい、そう、5、7、万社会の協議会において、この、6時半、まだなんかできないですね。再来週。